そごう広島店です。毎年恒例の北海道展がスタートしました。イベントは5月6日までのゴールデンウィーク期間に開催され、延べ66店舗の北海道のうまいものが並びます。ゴールデンウィークが迫ってきました。テイクアウトで買い物をしてお子さんと出かけてみたい場所ってありますか？福富の道の駅とか。はぁ、うさぎちゃんがいっぱいいるとこ、大久野島。大久野島、大久野島。これテイクアウトして行きたいところってありますか？マリホ水族館。マリホ水族館。広島ではなかなかお目にかかれない特別な北海道グルメも。注目は今年初登場、北海道のうまいものを詰め込んだカニ尽くし弁当です。すごいですよ、見てください、ショーケースが輝いてますよ。海鮮丼のお店です。海の幸が名産の積丹町からの出店です。この赤い点の場所が積丹町、どんなところですか？夏みんなウニを食べに集まる場所なんですけども、今回はカニ4種類とウニいくらの限定のお弁当を持ってきてますので、毛ガニなんかはもう以前よりも本当にもう倍近くの値段になって、まあ取れないカニになってきてるので、そもそも量が少ない。そうですね、次回持ってこれるかどうかはわからない。その海鮮弁当がこちら。イクラとウニ、そして毛ガニ、花咲ガニ、本ズワイガニ、タラバガニも乗って、お値段3942円です。ずっしり山盛りですよ。タラバガニ、私の指2本分はありますね。肉厚、美味しい。こちらは函館の餃子店ですが、あまり聞いたことなくて、餃子ニンニクっていうのはですね、お坊さんが山ごもりしますよね、その時にこれを餃子ニンニクっていうのを食べて、それで修行したっていうとこから餃子ニンニク、餃子なんです。3歳です。七体なんですよね、これができるのが。熊が出てこれを食べる、なるだけね、山に入らない方がいい、取りに行かない方がいい。という貴重な餃子ニンニク入りの餃子だそうです。いただきます。はい、どうぞ、どっちになってください。熱い。お値段は10個で921円。食べると口いっぱいにニンニクの風味が広がりますよ。一方こちらは札幌市の精肉店。一頭買いとかよく聞くんですけど、はい、一頭食いってあまり聞かないんですけど、はい、いろんな部位を使ってて、まるで牛を一頭食べれてるかのごとく。一頭食い、それで一頭食いっていううちの名物弁当。七種盛り一頭食いステーキは2430円です。北海道といえばコロッケ、たくさん並んでるんですけど、こちら十勝産インカの目覚めコロッケ。インカの目覚めっていう名前のジャガイモを使用してます。コロッケを割ると中は黄色いジャガイモ、栗のような甘さから栗ジャガイモと呼ばれているそうです。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。